こんにちは、カウパパです。今日もですね、すごい風なんですけど、ここはですね、谷川岳です。朝ね、6時42分ですね。安達太良山那須と、すごく強風が続いた山登りだったんですが、まあ、今日の谷川岳も、それに負けずですね、すごい風が朝っぱらから吹き荒れております。今ちょっと収まりましたけどね、これ紅葉葉っぱがだいぶ散っちゃってちょっともったいないなというところです。今無料駐車場に車を置いてですね、ロープウェイの方に向かって歩いてます。お天気変わったね。変わったね。天神平着きました。こう冬はですね、これ有名なスキー場になりますけど、標高1320ぐらいなんですね。今まで意識しないでスキーやってましたけど、ここからですね、谷川岳山頂まで 3.5 キロです。今7時47分です。天神平の駅ですね。ここで、観光で来る人と山登りで、これから先ですね行く人と分かれるとこです。僕らの方はですね、まあ、山頂に向かってですね行きたいと思います。行きましょう。はい、はい、行きます。はい、雪が舞ってますね。うん、雪がザラメっぽい。山頂はなんだかうっすら積もってるらしいですね。いや、
こんにちは。三陸駅だ。頂上まで 1.8 キロです。でこのまま行っちゃいます。今ね8時33分ね、あの熊穴沢の小屋を境に路面が変わりましたね。泥と大きい岩の連続だった、登山道からですね、飾りが混じった路面に一気に、変わりました。すいません、そういう時ラークって言わなくちゃダメだいいよ、上がってきちゃう。どうもすいません。どうもすいません。どうもありがとうございます。すいません。いや、しんどいな。あ、ほんとに。はい、ありがとうございました。
ちょっと避難。下山家だね。そう、俺は下山家登山家ならぬ下山家で、ロープウェイの山頂駅に降りてきちゃいましたね。山って不思議なもんでね、降りるとあの山頂が晴れるって言うんですけど、今日の谷川だけは、まあ、降りても、まあ、曇ったままですね。そういうことでですね、雪と強風で、夫婦で登った谷川岳、撤退と。まあいいんだけどね、無事に帰れたから。ということで車の中で、ここはですね谷川岳の、まあ、無料の駐車場ですね、ロープウェイの無料駐車場の方で車の中で、本当は山頂の声で食うわけだった、のを今作ります。これはあのテルモスのサーモスのね、すごい性能がいい山線ボトルとはまた違うんですけど、山線ボトル並みのですね、保温性能があります。非常にいいです。これが俺のおにぎりね、うん、そう俺のおにぎり、これがカグママのおにぎりが、これは誰の、それお父さんの、俺の、あと、まあ、恒例のこれですねドラ焼きこれはまあ一応恒例なんで、まあ途中撤退ですけど、まあ先日のナスもね、避難小屋の中で食いましたんで、まあ、ここは車の中なんで同じような状況で食いたいと思います。これなんだろう、あ、餅入りだ、餅入り、じゃあちょっと汚いわけ、はい、どうぞ、はい、いただきます。餅当たり、うまっ。11時11分ですね。ピン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 ですね。なんかね、強風だけではなくね、雨も結構ビシビシ降ってきてます。まあ、ここはあの太平洋と日本海側のちょっと分水嶺なんで、まあ、天気がまあ一番不安定というか、まあ、仕方ないんですけど、ちょっと一部晴れてんだけど降ってんだよね。これ狐の嫁入りって言うんですけど、そんな状況です。できたかな、そろそろいいんじゃないですか。そろそろじゃん、母さんの、はい、じゃんってやって、じゃんって豚骨ワンタン、じゃん、微妙に潰れたおにぎり、微妙にというかかなり潰れたおにぎり、おいしいね、うん、おいしい、うん、もうちょっとね、うん、もうちょっと、混ぜた方がいい、ちょっとね、お湯がね、100度とかじゃないから、うん、もうちょっと、まあそんなことでですね、ご飯を食べ終えたら
ゆっくり宇都宮に、まあ、宇都宮ね車で、まあ、下道通ってくと4時間ぐらいかかるんですけど、まあ、高速で2時間ということで、まあ、いずれにせよ気をつけて、帰りたいと思います。